ょっと陸上をね、勉強したいなと思って。どうもこんにちは、荒谷敏です。本日はですね、この陸上競技場に来てるんですけども、僕はこう水の中で生きてる人間なんですけど、ちょっとね、陸ちょっとやめてちょっと、ちょっと陸上をね、勉強したいなと思って。で、僕こう見えても結構リレーの選手とかなったことあるんですよ。で、高校ぐらいからちょっと一気に走らなくなって、ちょっとね、足の方も弱くなって、ちょっと陸で生活するのが辛くなってきた時なんですけどね。ちょっとまた走り速くなって、また小学校で、ね、モテた時のようにモテに行くというか、まあ、でも足速いとやっぱかっこいいですよね、男の人は。やっぱそうですよね、はい、やっぱ小学校の頃とかってそうっすよね、足速い人がモテてました。だからそれをちょっと取り戻しにね、今日はスペシャルゲストを呼んで、ちょっと僕の走りをね、見てもらおうかなって思ってます。じゃあスペシャルゲスト、こんにちは、中村瑞希です。お願いします。お願いします。中村選手のプロフィールというか、そのタイトルみたいなの教えてもらっていいですか？2017年の全日本インカレで 100m と 200m で優勝してて、その年の日本選手権で100と200、日本3番。すごい。まあこんな人に初心者の僕が教わっていいのかっていう話なんですよ。陸上の人からしたら多分すごい贅沢なことだと思うんですけど、まあちょっとね、その贅沢なことを今日やっちゃおうかな。僕速くなりますかね。ちょっと足弱いんですよ。似合わないですね、陸上競技場が。似合わないよね。ちょっと上半身でかいんで僕、重いんですよ。だからちょっと走り方ちょっとキモいかもしれないですけど、そういうのもね、直してもらえればなと思います。はい、じゃあお願いします。お願いします。おう、陸上なのに腕回し確かに慣れてないから、その陸上の でも腕振るのも大切。確かに確かに、そうですよね。分かんないですよ。分かんないです。こういうやつかな、こういうやつなんかぽいぽいです。ああ、そうっす本当に。でもマジで1本走った後に多分教えてもらってもう1本走る感じじゃないですか。はい、その1本目で足とかつっちゃう可能性あるんですよ。もう走れます。よし、おう。中学生以来で俺走るの。よし、よーい、やべえ、股関節が、はい、マジっすか。じゃあ何秒？7秒1。結構早いです。これが6秒台になったら、はい、水木先生をちょっと本当尊敬します。はい、7秒1。よし、いいんじゃないこれ。水木さんに期待しますか？そう、マジで期待してる。どうすか、走り的に。走りは綺麗だったんで。お、マジ。陸上選手にそんな褒められる。加速がうまくいくのと、うん、スタート。そう。あ、そう、あとなんか中間から自分の走りに耐えられてないから、ああそこをうまくやれれば多分めっちゃ速くなります。よし、それに期待して、ちょっと。俺にもアドバイスしてよ。ちょっと指導してもらって。はい。頑張ります。7秒11ぐらい。お願いします。じゃあとりあえず。はい、陸上競技って大体 40m ぐらいで加速が最高に到達するぐらいなんですよ。だから 40m まで頑張ればあと 10m フリーみたいな感じ。おー、じゃあ 40m 走ってことですか？あ、そう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 。だから、今顔めっちゃ上がるの早かったんで 30m ぐらいまで、30m 大体真ん中ぐらいまで頭上げるの我慢して、この姿勢で地面押していくイメージ。こうやってこっち後ろ足ちょっと伸ばしてもらって、このまま前に一回飛び出てみてください。あ、そう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 。ああ、これでスタート
ダッシュの極意。そうそうそう。いやこれね、早くなりそうです。なりそうですか。なりそう。でもやっぱ違いますか、陸上と水じゃ。全然違う。やっぱこう、なんていうの、水を捉える力と陸でこう、ね、グッて踏ん張る力、うんうんうん、はやっぱ陸の方がやっぱかかるから負担かかります、うん、だからちょっと今もうふくらはぎパンこうやってやってただけなのに。なんだよ、ね、さっき7秒11、だから 0.45 だな。 0.5 をちょっと削っていきたいですね。頑張りましょう。頑張ります、はい、おう。いやー、太陽が俺を応援してるわ。行きます。よーい。もうね、あの 30m からは本当力入ってなかったから足もつれそうやった。ほんまに、すごい。聞きたいですか、タイム。え、1本目7秒11でしたよね。2本目6秒62。やばい。え、0.4秒。やっぱね、スタートっすよ。スタートが全然違かったと思う。全然違う。なんかこっから多分上に出てたから、今までこうやって、そのな、なんかこれだん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 こう体勢を上げていくみたいなので、めっちゃスピードに乗ってる感覚がある。さっきよりも後半も力入ってなかったけど、さーっていった感じ。え、6秒何だっけ。6秒62。ちょうど 0.4 秒くらい。おお、これやってみたかったんだよね、陸上競技場でこうやって検証結果といたしましては6秒652。めちゃくちゃ速くなりました。 0.4 秒か。これはね、すごいっすよ。まあ、皆さんは多分中村瑞希先生に教えてもらえないと思いますけど、まあこれはね、僕の特権というか、はい、でも本当ありがとうございます。なんかコンプレックスが少しちょっと解消されたような気がします。これでまたモテちゃいますね。あ、そうっすね。それっすもんね、最初言ってた目標というか、モテた時に戻るっていう。本当にやっぱ陸上選手違うなってもう感じさせられた1日、1時間、2時間ぐらい。いや、そんなやってない。そんなやってないか。20分か30分ぐらい。そうなんですよ。本当は2時間とか教わりたかったんですけど、2時間とかやっちゃうとね、走れなくなっちゃうんで、僕が。はい。本当ありがとうございました。ありがとうございます。今度みんなで競争しましょう。そうっすね。ちょっと次はね、長野瑞希先生にちょっと挑戦するっていう感じで、本当最初のね初速だったらワンチャン、ほんまのワンチャンっすよ、勝てるかもしれない。やっていけたらいいなって思います。で、中村瑞希選手の YouTube でも、僕とねちょっとコラボの動画上がってるんで、そちらの方も、ぜひ見てみてください。この動画いいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回のところで。Bye-bye.